前回のカズクラ、どうやらカズさんエンチャントのしすぎでアンデッド特攻のレベル5ができたようだ。そんなわけで試してみたいことがあった。ハードモードでもあいつらを一撃でやれんのか。早速エンチャントしてみて。試してみた結果、おあすごい、またカズクラが一つ強くなったようです。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや本当にもう強者と書いてカズクラと言います。いや本当強くなったよね。やっぱ装備ってすごく大切。もう今現在ツルハシもね、あそうだそうだ、修繕の話聞いた聞いた聞いた。クライマーズさん、JK です。カズさん修繕はエンチャでは出ませんよと。ありがとうございます。ちょっと待て、おやめとけって。あのいい情報なの分かったけど、 JK ですって書いておく。なんかそればっか読む感じになっちゃうじゃん。 JK 以外を書けって言ったろ。 JK 以外の人でも男子高校生だとなんだ、ジュニアメンズ JM、 違うな。男子のコメントもいっぱい待ってるから、またもしよかったらよろしくお願いします。まあそんで本日早速いっちゃおうかな。とりあえずダイヤのツルハシで、これね、シルクタッチってやつがついて、ほら草付き、これ草付きで枯れんのよ。ちょっといくつかもらっとくか。これいつか修繕つけたいな。修繕つけて早く治るようにしたいな、これ。まあでもざっとこんなもんでいっか。準備は万全だよな、これで。オーケーオーケー。あとやっぱり照明要因ということで、もう いくつかは持ってっとこう。やっぱなんだかんだ木炭、こういうのも重要だよね。しっかりワッキーしてあげるから待っててくれ。よし、材料 OK、 気持ちも OK というわけで早速いきましょう。だこれちょっとダサい、さすがにダサいな、これ外しとくか。でどうせならもっといいエンチャント内容で合成することは絶対できるから。あ、これ耐久さんついてる。これはいただきでいいや。このチェストプレートとかいまいちだから、こういうのを燃やして金塊にしてしまいましょう。よし、では早速あっちの世界に行くとしましょう。今日はあ待って、ガラスも持ってこう。ガラスも、あれガラス全然最近焼いてねえな。いや最近サボってました、ガラス。今度 OK？ まあガラスないのは仕方ねえな。まあでもおら行くしかねえ。というわけでレッツラゴー。よいしょ、ただいま。え、大丈夫？あ、ほんで、ケゾンビキラーの斧、いくよ。ジャンプ攻撃なしでもいけんだな。すごい。意識の外から、成仏。すごいわ、ゾンビキラー。ほんと一撃。前々床ずってたこの子たちが、たぶん一撃ですよ、一撃。もう何も怖くない。やっぱ一本は持っとくといいよね、これ。じゃあ行きましょう、行きましょう。ただこの道だけがちょっとやっぱ怖いは怖いんだけどね。こっちだな。よーし、着いた。あ、今気づいたけど、これもさ、ちょっと今ね、あの要塞のとこ行こうと思ってんだけど、この下はないか。いや要塞のところに作った方がいいよね、ゲート。待って、そうしよう。鉄は持ってるから、これで、あ出た出た、火打ち石の材料手に入れない、いっぱい持つ。次ほい、あこんでいけるわ。ちょっと行ってきますか。方角的に、どちらだっけ、あっち系。ちょっとあっち行ってきます。あれ違ったっけ、え逆、待って待って待って、ちょっと調べる。わかったぞ。ええこの辺だぞ。だなー。あーたた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 た、ちょっと待ってろ待ってろ、ちょっと待ってるよ。あーゾンビいる。一旦こんねよ。ほい、ベッドから離れてるため。ほんでどうだ、いよくれた。カズクラはジャンピングおねんねを習得した。ああ決まってたね、綺麗に。なんとこいつ火の光でも成仏せぬか。では成仏。見たかこの切れ味。ほんで今どっかにね、マグマっぽいのが見えたんだけどな。どっか見えたよな、光ってた光ってた。どっか、おいどこだ、どっか光ってたの見えたぞ。いいよいいよ、見たか見たか我が力を。どこに行ったのじゃ。なんあれ、おい、おどっか光ってなかったか、おいおいおい、あれ、いや前砂漠の中でも見かけた気がするぞ。結構砂漠の中にさ、ひょろっとマグマがねピョンピョン出てる黒曜石が欲しいんだよな。ちょっと道作りのために、黒曜石が欲しいですよ。夜の方がわかりやすい。何にも見えねえ、やべえ戻ろうかな嘘つきみたいになってる。もうマグマが見つかりやんす。おっ、ああああ、ちょっと待って、マジか。あ、ちょっと待って待って、あった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 。いやナイスナイス、
いや嘘つき終わりせんかった。うん、いや結構多いんすよ。あれでも今回目的変わった、これ完全に。黒曜石結構重要だからね。エンダーパールとの合わせてのエンダーチェストか、あれ作るのにも必要だから、まあ、これは今回取っておこう。ありがとうございます。おおお、この水との合わせ技最高ですね。いやもう結構取ったよこれ、48個。いやこれやりすぎでしょ、これ48個はもうお腹いっぱいよ。ちょ待って、いやこれだろ問題は、これだよな。ピラミッド早速行ってみますか。これいやこれ、えどっちがどっちなんだこれ、埋まっちゃってんだよなこれ多分。え大丈夫、アイテムの数がえらいことになっちゃってんだけど、とりあえず絶対必要な火打ち石あとでね。いややべ、アイテムが混雑してんな俺。そんでもいい、あった、この周りは大丈夫か。あいた、いたよし、ゾンビキラーの斧で一撃切る。見たか、あもしかしたら成仏、ワッキーの成仏をして、ここら辺は何にもないんだな一応。よしこれでいける。この真下あれだよな、分かってる、あのバカ、いやバカさせね、うん、そういうやらせダメ、うん、やらせダメ絶対。おお怖い怖い怖い、TNT も TNT がいっぱい仕掛けてあるわ、バカめ。いただこう。TNT 初なんじゃないかな、もしかしたら。 TNT ちょうだい、きた、 TNT いっぱいゲット。金の馬鎧、待って、金のリンゴもある、待って、結構いいやないの。エメラルドも欲しい、待て、まあとりあえずこれもう OK、 これ成仏くー、いただきます。鉄の馬鎧やばい、おい何と交換するよ、弓矢いっぱい持ってっから。馬成仏、また金のリンゴ、そしてまた困ったやつら、これ2つ持って帰れっての、分かったよ、うん、ぽい成仏で、ラストはありがとうございます。これもありがとうございます、助かります。今チェスト置けねえから、くー一旦寝るか、よいしょ、あーよく寝たー。いやーちょっと今回思ってたのと違うのになったけどさ、でも最高。うん、ちょ待って、ベッド返させて、ベッド、うん、ありがとう。いや最高ですわこれ完全に。今度は成仏、やっぱりね、修繕こっちの方や、こっちであんまりあのエンチャント付きの本見た記憶ないな。いやでもこれうまうまでございましたよ。俺どっから来たんだ、こっか、どうだこちらの方にはね、この砂漠という場所にはロマンがいっぱい詰まってるんです。いやでもこれ見つけれたのラッキーだったな、ひょっこひょこ出てんだよな。待って、この上からまだ見てみる、なんかこの地下にマグマの音もする、なんか洞窟かなんか広がってんな。あでもこっちあれだ、お山さんとかだ、なんかうまうまなのないの、うまこれはこれってなんでもないのかな、これはこれ、これ地下になんかうまうまが詰まってるとかない、これってなんなんだろう一体、えなんかうまうま詰まってるとかないの、何にもないわ、なんだ持ってる側だったと思ったのに、なんでもないんけ。じゃあ最後にネザーのあの世界ちょっと作って終わりますか。そうそう、ね、ネザーの通路作ろうとは言ってたよな、うん、ネザーの通路作りに行きます。方角こっちだよな、あと偶然ちょっと角度変えていこ戻ろうかな、もしかするとなんかまだ見つかるかもしんない、もうちょっとこっち側にそれてあっちの方に戻ってみよう。ああいうピョコンピラミッドちょこちょこあるからな、よく見ていかないと。うん、何もなかったな。よしでは最後に黒曜石こんでいっか、よいしょ、ただいま、場所はね、あったあったあった、こっちこっち、すんげー近い場所に作っといてやろう、ほんでぽい、オーケー、ほんで多分近くのところに戻れると思うんだ、ただいま、あ、ちょ、なになに、なんで燃えてんの俺、なんで、え、気持ち悪いな、見づらいしな、なんか、オッケー、まあ、とりあえず近場のところはできましたな、だ2箇所作らないといけないのかな、本来は、多分さっきの村のやつとごっちゃになっちゃってる状態だから、ちょっとなんか計算してね、
2箇所作っていきたいなと思います。ちょっと一旦村に戻ろう。いいもんいっぱい手に入れたし。ただいまー。まいちみー。あーよくれたー。さあというわけで今回の戦利品預けていきましょう。いやーまた金多いんだな。金の馬鎧、そして今回は鉄の馬鎧、かっこいいやつもゲットで、また一つ増えましたと。で金のリンゴも預けておこう。これも預けてホクホクでございます。はい、とまあ本日こんな感じで終わりたいなと思います。いや無事ね、あのゲートつながりましたね。まあほんで次回はあっちの方をふにゃふにゃしていこうかと思います。またこの村もね、やっぱ建築物少ないから、まあ家とか作ったりして、また村人増えるようにね、いろいろ頑張っていこうと思っております。また何作ってほしいなどリクエストあったらぜひコメントによろしく。男子からもな。男子もよろしくな。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイ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 キーン。